ジョナサン・ポラードジョナサン・ポラードはアメリカ国内でイスラエルのために活動していたユダヤ人の元工作員。1985年に逮捕、1987年に終身刑の判決を受けたが、2015年11月20日に釈放された。テキサス州ガルベストン出身。スタンフォード大学で政治学を学び、1976年に卒業。 1979年に大学院を修了。修了後、CIA で働くことを望むも、過去に違法薬物を使用していたことから拒絶され、結局ソ連についての重宝活動をしていたネイバルフィールズ・オペレーショナルインテリジェンスオフィスに雇われる。その後、アメリカ海軍の海軍捜査局へ移籍する。1984年、ポラードは、 イスラエル空軍のエースパイロットのアビエムセラと出会う。ほどなくして、ポラードは、金星や宝石などと引き換えに、セラに、機密情報を流し始める。1985年に、スパイ活動が発覚し、同年11月21日にポラードは逮捕される。妻も、翌22日に逮捕され、懲役5年の判決を受けるも健康上の理由で3年半で、釈放され、 彼女はイスラエルへ移住した。また、ポラードと離婚した。1995年にポラードは、イスラエルの市民権授要を要請する。イスラエル当局は、事件発覚後、13年間の長きにわたり、ポラードが、イスラエルのスパイであることを否定し続けた。2007年に、イスラエルのファ政党、リクードの党首であるベンヤミン・ネタニヤフが、獄中のポラードを訪問し、ネタニヤフは、 自身が首相になった際にはポラードの釈放を実現させるために力を尽くす旨を述べた。イスラエルは過去にアメリカのクリントン政権、ブッシュ政権にポラードの釈放を要請しているがいずれも却下されていた。2015年釈放された。ポラードの釈放を求める看板イスラエル国内では民間レベルでもポラードの釈放を求める運動が活発である。 また、弁護士、大学教授のアランダー・ショビッツ、リクード所属の政治家である、リモール・リブナット、同じくリクード所属の政治活動家であるモーシェ、フェイングリンなどがポラードを擁護し、釈放を求める姿勢を示している。政治関係の人物に限らず、文化人では、ベリーズ出身のユダヤ人ラッパーである、社員が2011年にライブ中に、ステージ上で、ポラードと当時、ハマースに、 拉致されていたイスラエル国防軍兵士であるギルアド・シャリーとの釈放を訴えている。2015年7月、オバマ政権が11月に釈放することが明らかになった。イランとの核合意に反対するイスラエルに配慮したと見られている。しかし、釈放は連邦釈放委員会が釈放のための2つの要件を満たしたために行われることになったとされている。 連邦法によれば終身刑の場合、30年後にみなすことになっており、11月21日に期限が来る。司法省などは去年まで釈放に反対していた。ありがとうございます。